主審と副審サッカーにおける審判員はサッカー競技の審判を行うものである。通常のゲームにおいては主審一人、副審二人で行われる。これ以外に競技会規定に基づいて任命される第4の審判員、追加副審、ビデオ審判員を配置する場合がある。民間資格として日本サッカー協会のサッカー公認審判員がある。主審へを吹く。 主審競技規則を施行し、競技規則の範囲におけるすべての権限を有する。ルールの原文である、英語表記では、レフェリーとなる。フィールド内を、原則的には、仮想対角線上付近を移動する。8人制サッカー競技では、主審のみで行われる場合もある。副審フィールドのタッチライン外側半分のサイドに各1名、配置され、主審を援助する。 ルールの原文である、英語表記では、アシスタントレフリーとなる。8人制サッカー競技では、副診は置かれないこともある。かつては、先進と呼ばれ、現在でも正式名称以外では、先進の故障が用いられる場合もあり、こちらの方が未だ一般的な国も多い。第4の審判員選手交代の手続きを管理し、ボードを掲げたり、アディショナルタイムを、ボードで掲げる。 ルールの原文である、英語表記では、フォースオフィシャルとなる。または3名の審判が、職務続行不可能な場合にその代わりを務める。このうち、第4の審判員が、どの役割を務めるかは、事前の競技、大会規則による。第5の審判員ワールドカップ、ドイツ大会の大会規則で採用されたが、現在まで、競技規則には正式な審判員として、盛り込まれていない。 同大会では、第4の審判員を補佐するほか、副審が職務続行不可能な場合にその代わりを務めるとされた。ルールの原文である、英語表記では、フィフスオフィシャルとなる。現在の競技規則では職務を続行することができなくなった副審、または第4の審判員と交代するためのリザーブ副審が規定されている。追加副審ゴールラインを見る。 追加福審原稿の2名体制で進行する以外に大会によっては福審4人制を導入していることがある。2012年7月5日にスイスチューリッヒの FIFA フフ本部で行われたサッカーのルールを決める唯一の機関である国際サッカー評議会特別会議で世界で初めてゴール機会判定技術採用が決定されたが同時に 2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ及び UEFA ヨーロッパリーグ2012年欧州選手権で試験導入されたゴール脇に一人ずつ置く追加審判採用も決定した追加審判に関しては20132014年版サッカー競技規則から記載される詳細はビデオ判定サッカーを参照タッチライン外側で ジャッジする従来の副審2名と違い、追加審判は両ゴール裏に配置されペナルティエリアでの反則を重点的にジャッジする。以前から世代別の大会では試験的に導入していたこともあるが、2009年に新たに始まった UEFA ヨーロッパリーグで初めて年代を問わない大会で導入された。一部ではゴールレフェリーと呼ばれ、 各国のサッカーファンの間でゴールフェリーという属称がある。追加復進のルールの原文である。英語表記ではアディショナルアシスタントレイフェリーとなる。ビデオアシスタントレフェリー試合をチェックするビデオアシスタントレイフェリー詳細はビデオアシスタントレイフェリーを参照2018年3月にイファブによって正式なルール導入が認められた。必要な訓練を受けた。 トップレベルの主審だけが務めることができ、得点の有無、ペナルティーキックの有無、一発、レッドカードに相当する行為かどうか、間違った選手に対しての退場処分、警告処分であったかどうか、をビデオ判定を行い、確実かつ明白な誤審もしくは、重大な見逃しの疑いがある場合にのみ主審に、それを助言する。判定を決定するのは主審であり、VAR に決定権はない。 ビデオアシスタント、ビデオ審判、ビデオ副審とも呼ばれる。サッカーのルールであるローズ・オブ・ザ・ゲームでは、第5条に、主審の第6条に、その他の審判員の規定がある。これ以外に、上項外の規定として、主審及び、副審の合図についての規定がある。さらにこれ以外に、フィ f ファからの追加指示として、主審、副審ならびに第4の審判員への追加指示が、存在する。 その他の審判員のうち、リザーブ副審を除く、フィールドにいる審判員は、すべての判定において等しく、主審に助言することができ、ビデオアシスタントレフェリーは助言できる状況が4つに、制限されている。アドバンテージを支持する、主審・主審は、最終決定者である。主審・副審、第4の審判員は、法的責任を問われない。特典の判断、 プレーに関する事実判断も委ねられる。オフサイドを示す、副審副審は、主審が職務続行不可能な場合、主審を務める。副審は二人存在するため、事前にどちらが主審を務めるのか決めておく必要がある。シグナル、編集以下、主なシグナル資格には大きく分けると2種類あり、各国、地域のサッカー協会、連盟管轄の サッカー公認審判員と FIFA フフ管轄の国際サッカー審判員がある。FIFA フフ及びその参加加盟国協会が主催する試合の審判を行うには公認審判員の資格が必要となる。日本サッカー協会及び都道府県協会が主管となる試合においては日本サッカー協会審判委員会が策定したカリキュラムに則っ,った審判員資格認定講習会を 各所管協会で受講し認定してもらう。この公認審判員は1から4級のランクがあり、会の資格を取得していることが昇格の前提となる。また、加盟国協会の審判資格を保有していようと、FIFA が主管となる。国際試合などにおいては、加盟国協会が選抜し国際審判員へ資格登録をしているもの,の中から、FIFA が指名した者の,のみが、 国際試合の笛を吹くことができる。北海道、東北、北新越、関東、東海、関西、中国、四国、九州の9ブロックに各地域サッカー協会があり、その参加に各都道府県別に各都道府県サッカー協会がある。日本サッカー協会も含め協会内には審判委員会が設けられ、それぞれ管轄する。 審判員の上級審判員への推薦を審議する。なお、2007年に日本サッカー協会の規約から審判員の定年による引退条項は削除された。都道府県サッカー協会参加団体の主審副審。認められた場合、都道府県サッカー協会の副審。都道府県サッカー協会及び協会参加団体の主審副審。に該当する。 ユース審判員は原則として、18歳以下の試合の、主審をする、認められた場合、地域サッカー協会の副審。日本の国際審判員、編集2021年登録主、主審、副審、主審、副審、主審、主審試合に臨むにあたり、以下のものを、主審、副審を問わず準備する。試合では使わないが、常に携帯するもの、以下、副審のみが持って、 試合に臨む。日本においては、以下のものが支給される。審判を務める際は、上記と下着のほか、大会等で規定された審判服上下、ソックス、シューズ以外は身につけることはできない。括弧内は、J1 主審での通算100試合の到達年。EN、FIFA ワールドカップレファースレファース、インファイナルズオブワールドカップ及び、EN、テンプレート、 UEFA チャンピオンズリーグフィナールレファースも参照ナンバーワン97第3のチームレフェリーズサッカーの話をしようおすみ吉行オフィシャルアーカイブサイト2012年12月29日閲覧 FIFAGLT 導入を正式決定クラブワールドカップから本格導入 -goal.com 日本語版2012年7月6日2013 年競技規則追加改正について、日本サッカー協会公式 HP2013 年6月25日、サッカー規則2011、2012、日本サッカー協会発行サッカー規則第17条に、相手競技者は、ボールインプレーになるまで、コーナーアークから9.15メートル以上、離れなければならないという記述がある。 プロフィール公益財団法人日本サッカー協会2012年度第6回理事会協議資料2012年9月13日2021年国際審判員として32名を登録日本サッカー協会 https コロンスラッシュスラッシュ www.jfa.jp スラッシュニューススラッシュ00026223スラッシュ2020年1月9日閲覧 ありがとうございます。